こんにちは。今日も皆さんからの質問とかね、レッスンで感じたことをちょっとだけお話しますね。この間これなんかの SNS かなんかで見たかな、息吸うのは鼻からですか口からですかっていう質問をしてた人やったんやけど、鼻で無理ですよ。僕なんかしょっちゅう鼻詰まる方やから、鼻吸ったら、鼻で息吸ったら全部話すってるわとか思うとか、曲の前に入って面白いことになっちゃうでしょね。だからもうそれはもう常識として口から吸うに決まってます。もうこれでもし異論を伴える先生がいたとしたら、僕その人と対決しますね。口から吸うんですね。ただし口から吸うって言うても、鼻を止めてるわけにはないです。こんなことやったらってなるでしょね。だから口から吸うんやけども、鼻から空気が入ってきてもいいよっていう、そういう気持ち。ね。まあ当たり前のことでしょ、これって。普段あなた、毎日生きてるこの瞬間も、口から息吸ってますか？鼻から吸ってますか？って聞かれて、そんなこと意識したことないでしょ。多分ね、両方から吸ってると思います。主に口やね。ただなんかいい匂いしてきた時だけは、とかね、やるけどね。ということで、口から吸うのが基本です。だから息吸うときには、楽器構えて、ね、いつも言うてるように楽器構えて、口を、まあ、思い切り上げたらダメですよ。金魚がグレーってやるみたいな、ね。そうじゃなくて。自然に口開けて息吸う。で、その時に鼻から入ってくる空気はもちろん拒まない。ね。それはね、両方から入ってきたら短い時間で両方たくさん吸えるのかもわからんけど、実際に鼻から入ってくる空気の量なんて試しにやったらわかると思うけど、ちょっとでしょね。でできひんでしょ、そんなこと。反対にこうやってってやったらなんかこの辺震えちゃうしね。だからまあでも 95% ぐらい口かな、これ。分からんな、考えたことなかったしね。ともかく鼻で吸いますか口で吸いますかって聞かれたら、もう口で吸うとかしか言いようがないですね。もう終わっちゃうなこれ今日はめっちゃ短い。いつも長いことダラダラ喋っとるなと思われたいものが今日短いですよね。知ってます？それぞれの動画の再生平均再生時間ってね、出るんですよ。YouTube なんだっけ、 YouTube スタジオっていうアプリでね。でそれで見てみるとね、10分ちょっとぐらいの動画もね、まあ、大概ね平均して見てはる時間はね5分前後です。そっから先聞いてほしいなと思うんだけどね。ね、それともう一個ね、演奏動画ね、これは誠に情けないです。もうね、例えばJ-POP とかそういう曲やったら、おそらく1番しか聞いてもらえてへんね。3分ぐらいの曲やったらね、聴いた反応、平均ですよ、これは。もちろん最後まで聴いていただいている方がたくさんやると思うけどね。3分ぐらいの曲でね、平均視聴時間ってね、1分ぐらいですよ。ね。まあ YouTube ってみんなそうですよね。僕もいろんな動画見るけど、そんな最後まで見るのっていうのは、よっぽどその興味のあることでね、よっぽど自分と共感できることを言うた人は見るけど、まあこいつ下手くそやなって言うたら、まあ見えへんじゃないですか、普通はね。ね、だからまあそれ仕方ないけど、でもね、僕思うのね、自分のこととか、うちの息子も次男は指揮者やってたりするけどね、やっぱりね、人のね真似をする人はね絶対上手になります。自分だけでやるのは不可能です。で先生にこういう風に吹いてみろって言われたって、口で言われたことを再現するなんてことはね、それはもうほぼ不可能だから、自分が気に入った人の演奏してるやつをね、ちゃんと聞く。これね、その時は効果ないけど、それをずっといろんな種類の曲をそうやって聴いていくとね、やっぱり頭の中に音楽ってパターンがあるから、それがこうインプットされるわけね。でそしたら自分がその曲吹く時、あるいは、違う曲の時にもね、そこからよくほら、この人はいろんな引き出しを持ってはるなって言うでしょ。もう音楽もそうですよ。いろんな下手な人のもあかんけど、いろんな上手な人のやつを聴いてね、その引き出しを増やしていく。そしたら自然とうまくなるね。だから前の動画でも、そんな楽譜通り吹けてるだけでは嫌なんです言われても、それは無理やでっていう話したけどね、
教えてもらってその通り弾いてもそれはもう自分のもんじゃないしね、そんなね、やっぱりあの人のをたくさん聞いて、でそれをこう引き出しとしてこう蓄えていく、うん、でそしたら意識してそれを出そうと思わんでも自然に出てきますね。ということで今日は何やったっけ、口から吸うっていうことね、でした。ではまた。